どうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして即可塾限定動画をご覧の皆様、5月19日朝6時の相場解説になります。え昨日はですね、午前中10時ぐらいから、そして午後、うん、そうですね、夜20時ぐらいまで、YouTube で通信障害がありまして、え全くね、FX オリガルヒの動画更新ができなかったんですよね。で、残念なことになったわけですけども、まあでもゼロトレード週間ということでね、 まあゆっくりと懐を深く持って見るだけにしときましょうっていうことと、まあ、あとは昨日はちょっと分かりやすいブレイクポイントがありましたんでねそれを合わせて今回解説しようかと思います、えー、まずご覧いただいているのが「冷やし」ですけどもこの「W」がね右辺が強いっていうテーマで放送もお届けしていましたが結局ここを突き破ってね W を完成させたかなっていうところです W の中にはここに1個 W が今できたわけでしょそれからここを一つの 波動としてですねこういう W もできるわけですよこういう W こういう W ねということで両方ともネックラインを超えましたんでこれは139円まで伸びる上昇を示唆してるんじゃないかなってことですよねまあ、そもそも136円の後半ぐらいだったものが一気にね138円台の中盤以上の方に抜けてきたこの勢いはすごいなと思いますねもうずっとこの冷やしもですね陽線ばっかりがここ出てますからね ははいじゃあ次は4時間です4時間もご覧のようにこちらを越えてブレイクしたという風に言ってもいいのかなと思いますね。でこういう風にドンと抜けましたね完全にすごい勢いだと思いますね。で1時間の方を見ていくと1時間は エントリーポイントがあったわけですよ昨日放送でお伝えできなかったっていうよりも撮影はしたんですけども放送が遅れましたね <laughs> FX オリアの日の皆さんここを超えたらブレイクですよとつまりこうやって N を書いて上の方にドーンと突き抜けたわけですからこれはね1円ぐらいの幅これは取っときましょうってやつだったですよねこのテクニカルは結局ファンダメンタルの嵐が吹き荒れる中でもあの一瞬の空白時間ね 一瞬って言っても10時間ぐらいあったわけですけどもその間に取れた10時間の波動だったんじゃないかなと思いますで陽線が形成されているのはわ、ま、ずかね2つか3つですからねこの3つぐらい取れればよかったわけですよだからどっかで気づけばここで気づいても取れたしここで気づいても取れたわけなんですよねまあそういうふうな昨日はゼロトレード習慣の中でもチャンスがキラリとね、えー、見えたそんな1日だったかなと思います さあ今日のことですけどもちょっと材料が8時50分にありますそれからアメリカの方では23時ぐらいだったかな深夜にありますんでまあ今日金曜日でもともと難しい日ではありますけどもただトレードのチャンスはあります えっと、午前の10時から11時ぐらいから観察を始めて、そして決済して店閉めをするのは本日の20時ぐらい。まあ、このペースで取れると思いますんでね、リスクの取れる方は挑戦してみてはいかがでしょうか。おそらくね、倍だけで取れると思うんですけどもね、それは、あ本日の朝5時違う、8時50分の材料が終わってから検証することにしましょう。それではまた追加放送お待ちください。